柳田裕樹は、広島県広島市浅南区出身のプロ野球選手。宇藤左田、福岡ソフトバンクホークス所属。愛称は、ギータ。2015年度、2020年度パリーグ MVP。NPB 史上初のトリプルスリーと、首位打者の同時達成者。2015年度、ユーキャン新語、流行語大少年間隊賞受賞者。 NPB における連続試合支給記録保持者。東京オリンピック野球金メダリスト。広島市立大塚小学校3年生の時に、サイ区の、政府5月が、岡少年野球クラブに所属し野球をはじめ、元は、右打ちだったが6年生の時に左打ちに転校。広島市立友中学校の時は、八幡少年野球クラブシニアに所属した。 広島商業高校時代は2年次の秋に中国大会出場。3年次の夏は広島大会ベスト4で敗退した。高校通算11本類だ。高校卒業後は広島経済大学に進学。1年次の秋からレギュラーとなり広島6大学野球リーグ首位打者とベスト9獲得。2年次は春秋ともに同リーグのベスト9に選ばれた。 この年から3年連続で大学選手権に出場。3年時の春季は打率。528を残し、同リーグで最優秀選手賞、首位打者、ベストナインを獲得。周期は、首位打者とベストナインを獲得した。2010年、4年時周期も、同リーグで、首位打者とベストナインを獲得した。大学通算82試合で打率。 428、8本塁打、60打点の成績を残している。高校3年時の体重は68キログラムだったが、大学時代に、金本智明や中田翔らが通うジムで体重を増やした結果、遠投距離が10メートル伸びた上に50メートル走のタイムも0.3秒速くなった。同年のプロ野球ドラフト会議を前に、横浜ベイスターズを除く。 プロ野球のセパ11球団が柳田をリストアップしていたが、特に千葉ロッテマリーンズ中日ドラゴンズ阪神タイガースは柳田を熱心に調査していた。そしてドラフト会議当日、福岡ソフトバンクホークスから2巡目指名を受ける。2位指名は数名の候補の中から秋山翔吾を指名する方向で固まっていたが、会長の大沢春が、待て、 誰が一番飛ばすんだと聞くと、スカウトらが、柳田ですと即答し、寸前のところで指名が切り替えられた。担当スカウトは、若いはじめやすだった。背番号は、44。2011年は、春季キャンプは、新人唯一の A 組スタートだが、公式戦初出場は、同年5月8日、札幌ドームで行われた対北海道。 日本ハムファイターズ戦で、指名打者、アレックス・カブレラの代走として9回同点にし1.3類の1類、走者だった。この時、直後の国母勇気の宇宙間、敵地3類打により、1類から本類を落とし入れ、初得点を記録している。同年7月21日に、富山市民球場アルペンスタジアムで行われた、フレッシュオールスターゲームに選出され、 4番中堅守で、先発出場したが4打数1安打だった。2軍では77試合に出場し、規定未到達ながら251打数で打率。291、13本塁打、43打点、53塁打、20盗塁、外野手部門の6補殺と活躍したものの、85、三振、外野手、部門5失策、守備位率。962と、 新さも目立った。ウエスタンリーグ本塁打王と8月度の水の月間 MVP を獲得した。シーズンオフに、プエルトリーコのウィンターリーグに派遣され、11月4日から12月22日までの22試合に、出場、規定未到達で38打数11安打、打率、271、3本塁打、11打点、オプス、772の成績を残した。 18試合が先発出場で、内訳は指名打者5試合、外野13試合、失策はなかった。また、12月15日には満塁本塁打も打った。2012年6月22日の対日本ハム戦で7番右翼手で先発出場し、7回の3打席目で斉藤勇樹から支給を得て、プロ初出塁を達成。 6月23日の同カードで8番右翼手として先発出場し2回の1打席目で吉川光雄からプロ入り初安打を本拠地福岡ヤフージャパンドームで達成した5回の2打席目で吉川から三塁打で先頭出塁しマルチヒットも記録3打席目は犬井信大のスライダーを打ち三塁手のグラブを引いてエラーで出塁と 4打席で3度出塁した。6月28日の対オリックスバファローズ戦では、西祐希のフォークボールを打ち先生の敵地打を打った、ことでプロ入り初打点を記録した。すかさず盗塁を試み、保守の伊藤光から、プロ初盗塁も達成。8月5日の対埼玉西ブライオンズ戦で、田村一志の負傷により途中出場すると、7回に、松永博則から、 右翼席最上段へ2点本塁打を打ち、これが、プロ入り初本塁打となった。通算81打席目での本塁打は、推定135メートルの特大弾だった。8月16日の対チバロッテマリーンズ戦の延長10回同点の場面では、矢部康彦から、生涯初のサヨナラ本塁打となる2試合連続本塁打を記録した。 このサヨナラ打は8月度のスカパー。ドラマチック、サヨナラ賞として表彰された。9月25日の対オリックス戦では5打席で4、安打1死球と、プロ入り初の猛打賞を記録した。10月3日の対日本ハム戦、3打数無安打で迎えた9回6点リード1、四万塁の場面で、森内久春の外角直球を左翼席に運び、 クライマックスシリーズファーストステージは10月14日、第2戦で、枠井秀明から、ポストシーズン初となる、内安打を打った。2軍では51試合に出場し打率。300、リーグ2位の16盗塁の成績を残した。2013年は、オープン戦で12球団最多の6本塁打を打ち、開幕1軍入りを果たした。 4月までで打率。298、3本塁打と好調を続けていたが、右素系可能性リンパ節炎の診断を受けて5月1日に、一軍登録を外れ、同月11日に一軍復帰した。6月1日の対、セパ交流戦、広島東洋カープ戦で、初回3点リード1死2.3塁から、昇格5発となる3点本塁打を打ち、広島のエース、 前田健太をノックアウトした。6月5日、内川誠一の左翼手復帰を受け、残りの交流戦は途中出場に回った。ところが6月25日の対日本ハム戦で、左肩を痛め、6月26日に出場選手登録を抹消された。6月28日に、福岡市内の病院で、検査の結果、右肩の軽度の腱板損傷と診断された。 7月15日に一軍へ戻ると、同日の対ロッテ戦で代打として復帰し、以降8月13日まで代打出場となった。8月14日の対西武戦で7番指名打者で先発出場すると、6回に変わったばかりの石井、和久から約2ヶ月半ぶりの本塁打となる3点本塁打を打った。8月29日からは、 松田信弘の不調に伴って4番に抜擢され、9月8日までの10試合45打席で打率、300、オプス、928と役割を果たした。指名打者、代打での出場が続いていたが9月26日の対オリックス戦で外野守備に復帰、残り8試合は右翼手で先発出場した。9月29日対楽天戦では、 プロ初のマルチ投類を記録した。プロ3年目にして、初めて2桁本類打、2桁投類を記録した。2014年は開幕戦の対ロッテ戦で、本類打を含む、猛打賞で、コース,スタートを切ったが、4月1日からの対、日本ハム戦では、徹底的な内角攻めにより、同カード内で2支給を受けた。4月8日までの10試合で打率。 161と対応に苦しんだが、4月27日の対西武戦の初回第一打席にしまん類の状況で、グレッグレイノルズの高めのチェンジアップをバックスクリーンへ運び満塁本塁打を打つなど、4月末時点では打率276まで戻した。4月22日の日本ハム戦では、中田翔のライナーを補給し一置しさらにホームへ強権で、 ストライク返球し、タッチアップした三塁走者の西川春樹をアウトにして、西し、最後に投塁を仕掛けた一塁走者の大谷翔平をアウトに仕留め、チーム15年ぶりの見え札に貢献した。5月には、月間打率、395、アンダス34を記録し、月間 MVP を受賞した。オールスターゲームに監督推薦選手として初選出。 7月18日第一戦では、代打から左翼手で出場し支球で出塁した。7月19日、第二戦では一番中堅手として、先発出場、6回表の第4打席で、山井大輔から、バックスクリーン左への2点本塁打を打つなど、この試合4安打の活躍で同試合の最優秀、選手賞を獲得した。 8月26日から9月13日までは自己最長の16試合連続安打と好調を維持した。9月24日にはプロ入り4年目で初の1試合5安打を記録した。最終的にチームトップの打率317、出塁率413、盗塁33を残し、猛打賞15回とマルチ盗塁4回を記録。 打点も70へと伸ばし、チーム内の勝利打点は、リオ・オハルに次ぐ10と、リーグ優勝に貢献した。クライマックスシリーズファイナルステージでは、10月15日、第1戦に、浦野博史から、先制的時に塁打を打ち、10月18日第4戦では、木抜貫博史から、初回先頭打者本塁打で先制するなど、全6試合に出場し25打数で打率。280。 三打点の成績だった。日本シリーズでは10月25日第一戦では、ランディメッセンジャーから6回に日本シリーズ初アンダーを打つと、7回西三塁でも、同投手からライトへアンダーを打ち日本シリーズ初打点を記録。前後試合に出場、20打数8アンダー、5得点と活躍して、チームの日本一に、貢献、同選手権の優秀選手賞も受賞した。 他にも、三井ゴールデングラブ賞と、ベストナインを初受賞した。10月9日に、日米野球2014の日本代表に選出された。11月14日の第2戦で、岩隈久しから、センターオーバー2点適時3塁打、ライト前適時打、8回には、和田武史から、センターオーバーの適時2塁打を打った。11月16日第四戦でも、クリス・カプアーの ロブッテン、トミー・ハンターからそれぞれ安打し、猛打賞を記録。全員5試合に出場し、打率3割、6安打4打点の大活躍で MVP に選ばれた。ジャスティン・モルノーは、アメリカに連れて帰りたいと称賛した。12月1日に、球団より、国語勇気が使用していた、急に、背番号が変更されることが発表された。 12月25日の契約公開交渉で5800万円アップの推定年俸9000万円でサインした。2015年開幕前の2月16日にグローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対欧州代表の日本代表に選出された。3月10日の第一戦に一番右翼手で先発出場し3月11日の第二戦では 3番右翼手で先発出場した。レギュラーシーズンでは6月2日の横浜 DNA ベイスターズ戦では三浦大介からスコアボード直撃となる特大本塁打を打ち、その際にビジョンの一部が壊れる事態となった。9月8日、日本ハム戦で自身初の1シーズン30本塁打を達成。 9月15日、オリックス戦で2年連続の1シーズン30、投塁を達成。9月26日の対ロッテ戦でイデウンから支給を受け、翌日からシーズン終了までスタメンを外れるも、打率36。363、34本塁打、32投塁、99打点、出塁率。469の好成績を記録。 自身初の首位打者のタイトルの獲得12、十二球団トップのオプス及び、r c 二十七、そして、プロ野球史上十人目のトリプルスリーの達成という、桁違いの活躍、記録づくめの年となった。またこの年は、東京ヤクルトスワローズの山田哲とも、トリプルスリーを達成し、1 9五十年に、岩本義幸と、ベッドを薫るが達成して、以来、 65年ぶりに2人のトリプルスリー達成者が生まれた。この年の出塁率469はシーズン400打席以上の外野手及びシーズン10盗塁以上の選手で歴代最高。10月9日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表最終ロースター28名に選出されたが、 上記の9月26日に受けた死球は、左膝付近を直撃しており、11月2日に、左大腿骨内下部骨座章で、日本代表を辞退することを発表した。11月13日、右肘関節の有利体摘出術を受けた。11月25日にはチームを、日本シリーズに導いた点や、トリプルスリーを達成した点などが評価され、 パリーグの MVP に選出された。受賞の挨拶では、チームが2連覇したので、3連覇したいと思うと翌年に向けての意気込みを語った。12月25日、契約公開交渉に臨み、1億8000万円増の推定年俸2億7000万円で公開した。2016年は、2年連続のトリプルスリーが期待される状況でシーズンを迎えた。 4月15日の楽天戦でパリーグのシーズン新記録となる16試合連続支球を記録して田辺テル夫の15試合連続を65年ぶりに更新。このように選球眼を向上させた一方で相手投手の徹底マークに苦しみ5月3日の対日本ハム戦では打率が229に落ち込むなど苦しんだ5月下旬以後 徐々に調子を上げたが、最終的には、打率30。306,18本塁打23投塁、23盗塁、73打点、出塁率。446といずれも前年よりも、最終成績を落とした。その一方で、オプスは96、969、RC27 は、9.29で、いずれもリーグトップの成績だった。10月18日に、 サムライジャパン野球オランダ代表野球メキシコ代表強化試合の日本代表に選出されたが10月31日に右肘関節炎のため辞退した12月21日契約公開交渉に臨み1000万円減の推定年俸2億6000万円で公開した2017年は伊藤吉らといった自主トレで肉体改造を目指し 炭水化物をほとんど摂取しない食事制限を行うが、そのトレーニング法を聞いたダルビッシュ優に苦言を呈される。それに対して柳田は感動しました。ダルさんにそんなこと言われて嬉しかったです。僕のことを知ってくれているということなんでと反応した。宮崎春季キャンプは右肘の影響から B 組からのスタート。またその影響から第四回 WBC の 日本代表への選出は見送られた。オープン戦では、3月22日の大阪神戦では、守備につくなど回復を見せ、開幕一軍に間に合った。レギュラーシーズンは、4月28日の対、オリックス戦において、西浮きから、左足膝裏付近に支給を受け負傷交代する。その後2試合欠場したが、5月2日の対西部戦で3試合ぶりに、スタメン復帰する。 セパ交流戦では、6月6日の対ヤクルト戦で、延長10回裏に、ボテボテのライン上で止まる、内野安打でサヨナラ勝ちを決め、翌7日の同じく対ヤクルト戦では、推定飛距離145メートルの本塁打を打つなど、6月9日の大半新戦まで21試合連続安打を記録し、チームの3年連続となる、 セパ交流戦最高勝率達成に貢献し、自身は、史上初となる2度目の日本生命、セパ交流戦最優秀選手賞に輝いた。6月23日に、福岡ヤフオクドームで行われた、対西部戦において、3打席連続本塁打と、自己最多タイの1試合6打点を記録する。2本目の17号2ランは、プロ野球史上283人目となる。 通算100本塁打。3本目の18号ソロでの3打席、連続本塁打は、チームでは1966年の南海ホークス、野村克也以来、51年ぶりの快挙となる。7月7日、自身2015年9月度以来、4度目となる6月度の、日本生命月間 MVP を受賞する。7月14日、 15日両日に開催されたマイナビオールスターゲーム2017においてファン投票で2年連続最多得票となる50万9359票を獲得し選出された。14日、15日の試合前に行われた本塁打競争では2日連続の優勝を飾る。7月7日の対日本ハム戦で右膝に当てた。 自打球の影響で7月21日の対ロッテ戦を欠場したがリーグ優勝決定戦となった9月16日にメットライフドームで行われた対西武戦において1点ビハインドで迎えた4回表に逆転2点本塁打を打ち目標だった2年ぶりの3 5号本塁打に到達する9月20日の対日本ハム戦においてスイングした際に 右脇腹を痛め途中交代。翌21日に、札幌市内の病院で精密検査を受け、右腹斜筋損傷、六間筋、損傷二度、全治三週間の見込みと診断され、出場選手登録を抹消された。さらに、9月28日に追加検査を受け、右大重、あばら軟骨の損傷も判明した。首位打者のタイトルを、秋山翔吾と、 最多本塁打と最多打点のタイトルをチームメイトのアルフレド・デスパイネと争っていたが以降の試合に出場できずそのタイトルを逃す。しかし、打率310、31本塁打、99打点、出塁率426と打率、本塁打、打点の打撃3部門において前年を上回る成績を残し、 三年連続三度目となる最高出塁率のタイトルを獲得した。上記の怪我で出場が危ぶまれた楽天とのクライマックスシリーズは10月22日の第5戦からレギュラーシーズンの三番打者ではなく一番中堅守で出場。一回裏の先頭打者で内野安打で出塁し先制点の足がかりを作り三打席目の四回裏には 西二塁のチャンスでライト前敵地打を打つなどを活躍し、日本シリーズに進出する。横浜 DNA ベイスターズとの日本シリーズも、1番、中堅守で出場。10月28日の第1戦では、1回裏の先頭打者でセンター前、ヒットで出塁し、3番でスパイネの敵地打で、先制得点と5回にライト前敵地打。10月29日の第2戦では、 一回裏の先頭打者でライト前ヒットで出塁し、二試合続けての三番でスパイネの敵地打で先制得点。二点ビハインド七回裏一死三塁の場面で一点差に迫るセンター前敵地打を打つ。10月31日の第三戦では、一回表の先頭打者でライト前ヒットで出塁。二番、今宮健太の打席で初級盗塁。四番、 内川誠一の敵地場で先生の得点を記録。チームは2年ぶりの日本一に輝いた。11月9日、2015年以来2年ぶり3度目の三井ゴールデングラブ賞と11月17日にはベストナインを受賞した。12月23日、契約公開交渉に臨み、ホークスの日本人選手で初の5億超えとなる2億4000万円増となる。 推定年俸5億円の年俸変動制3年契約で公開した。2018年も開幕から好調を維持し、4月21日の日本ハム戦では日本プロ野球史上65人目となるサイクルアンダーを達成。6月8日、交流戦の中日戦で右太もも裏を痛め、負担軽減のため翌日から9試合は右翼もしくは左翼で出場。 その間は一時調子を落としたが、オールスターゲーム2018のファン投票では3年連続で、両リーグ最多得票となった。9月16日、首位西部との直接対決前の試合前練習中に、西部選手による打撃練習の打球が、左側頭部を直撃、救急車で病院に搬送され、検査で打撲の診断を受け、翌17日には、 脳震と特例措置が適用され、出場選手登録を抹消23日に復帰した。最終的に打率352、36本塁打102打点の高成績を記録。本塁打と打点でキャリアハイを記録し、自身3年ぶり2度目の首位打者と4年連続4度目の最高出塁率の2つの個人タイトルを獲得した。打率 350以上を複数回記録するのは、史上11人目の大記録であり、5年連続で、シーズン打率後決意を果たすのは、史上11人目だった。また、出塁率と、超打率の両方で、リーグトップを記録したが、これで両部門を制したのは4年連続となり、王貞春に次いで、史上2人目の快挙を達成した。ポストシーズンでは、 クライマックスシリーズのファイナルステージで打率。450、日本塁打、8打点と打線を牽引し、自身初のクライマックスシリーズ MVP を獲得した。続く、日本シリーズでは、第5戦の延長10回にバットを折られながらも、さよなら本塁打を打つ活躍を見せ、優秀選手に選ばれた。オフには、共に、自身4度目となる。 ゴールデングラブ賞と満票でのベストナインを受賞した。3年契約の1年目を終え、オフの12月21日に契約公開交渉に、望み、7000万円増の推定年俸5億7000万円、出来高で契約を公開した。2019年4月7日に、本拠地、薬屋ククドームで行われた、ロッテ戦で左膝裏に、違和感を訴えて、途中交代。 翌日に検査を受けて、左半膜様子事件損傷と診断され、出場登録を抹消された。当初は、全治3週間程度と見込まれていたが、想定以上に回復に時間がかかり、実戦復帰は遅くなった。シーズン前半はわずか9試合の出場で、31、打数11安打の打率、355、4本塁打14打点という成績だったが、 ファン投票で33万1338票を厚め外野手、部門サニーでオールスターに選出されたが故障のため出場を辞退した。8月8日のウエスタンリーグの広島戦で実戦復帰すると8月21日のオリックス戦で一軍に復帰した。しかし9月初めから右肘に 痛みが出るなど万全にはほど遠く、最終的に38試合128打数37安打、打率、289、7本塁打23打点となった。オフの11月7日に、右肘関節強化有利大切除術、滑膜切除術を受けた。12月25日に契約公開交渉に臨み、3年契約の3年目となる予定だった翌年から、 新たに7年契約を結び直した。最初の4年間は、現在の契約を延長し、年俸変動制で下がることはなく、4年終了後に、残り3年分の契約内容を見直す形になり、推定年俸は、現状維持となる5億7000万円出来高となった。7年終了後については、フィニッシュです。そこまで決まっていますと引退を示唆し、 生涯ホークス宣言をした。2020年7月28日の第2打席で、通算1000アンダーを達成した。912試合目での達成は、球団史上4番目の速さである。7月31日の3回、死球で出塁後、栗原良也の敵地打で本塁に帰り、月間32得点の NPB 体記録を達成した。初となる。 最多安打のタイトルを獲得したほか、オプスは1位、主要3部門でも、打率2位、本塁打3位、打点3位と好成績を収め、2年ぶり5度目の受賞となる、ベストナイン賞とゴールデングラブ賞、2015年以来の2度目となる、パリーグ MVP に輝いた。7年契約の1年目を終え、オフの12月23日に契約公開交渉に、望み、 4000万円増の推定年俸6億1000万円、出来高で契約を公開した。2021年は、開幕戦での打順は3番だったが、5月9日に、グラシアルが故障により一軍登録を抹消された。あとは、しばしば4番で起用されるようになった。また、攻撃重視の打線にするために2番の起用も目立った。6月12日の対ヤクルト戦で、 史上110人目の200本塁打を達成した。6月24日のタイロッテ戦では、初対戦の佐々木明から初回にソロ本塁打を打つと、9回にもシーズン初の1試合2本目となるシーズン18号のソロ本塁打を打ち、本塁打数リーグ単独トップに立った。チームの勝率が5割を切った直後の7月10日には、逆転にランを放ち、 翌11日には2打席連続本塁打を放って、両試合ともチームを勝利に導くと同時に、再び本塁打数リーグ単独トップに立った。141試合に出場して打率、328本塁打、80打点の成績で2年連続6回目のベストナイン、6度目のゴールデングラブ賞に受賞した。2013年オフからトリプルスリーを目標としており、 2014年オフには公約 T シャツも制作。2015年に公約通りトリプルスリーを達成した。オールスターゲームのファン投票において、2016年度から2018年度までに、一郎以来となる3年連続での両リーグ最多得票を記録している。2019年度はシーズン序盤に左半幕様子事件損傷を発症し、 救援までに9試合しか出場していなかったにも、かかわらず、33万1338票を、集めが野手部門3位で選出された。フルスイング2015年から2018年にかけて、4年連続で、出塁率と、長打率の両部門で、リーグ1位を記録している。これは、大貞春に次ぐ、プロ野球史上2人目の記録である。また、打者が、 打席あたりに生み出した、得点の決出度を表す WRC でも4年連続で、リーグ1位を記録しており、しばしば、球界最強打者とも称される。2015年から2017年の3年間は、同時に、リーグ最多支球も記録しており、2016年には、大貞春に並ぶ18試合連続支球の、NPB 記録を樹立している。高校時代のバッティングフォームは、 中村のりひろを模倣した一本足打法だった。大学進学後に、すり足打法を意識しゆくゆくは、金本智明のようなシンプルなすり足打法にしたいと、述べていたが、2011年オフの、プエルトリコウィンターリーグで、外国人選手を参考に右足をスムーズに前に出す、フォームへ変更した。2018年のオープン戦では、外野守備類コーチの村松友人から、 タフィローズみたいと表現された、バットを頭上で寝かせるように構えるフォームにも一時的に変更している。重心を左の軸足に残し、豪快さと柔らかさを兼ね備えた打撃で逆方向の左翼へも強い打球を飛ばすことができ、球界でも群を抜いた打球の飛距離と高打率を両立する。逆方向に引っ張るとも称される広角への本塁打は、松井秀喜から、 センターから逆方向にあれだけ距離が出るのは今までの日本人には見られなかったと評されている。古田敦也は飛距離は出るけど合わせ気味に打ってもスタンドまで飛ばせると評しており、柳田のような飛距離を出すバッティングは子供たちにロマンを与えるために必要だと説いている。普通の打者ならアウトになる確率の高いゴロが打球の速さから内野を抜けていき、 抜けずとも、俊足で安打にしてしまう。2016年までは、極端な引っ張り、傾向があり、打球が飛びやすい、ライト方向に野手を寄せる、柳田シフトをロッテが採用していたが、年度経過ごとに引っ張りの割合が減り、逆方向への、打球が増加している。 2015年はバントを除いた打球がゴロとなる、割合は57%と過半数を占め、リーグ平均の47%を上回る値となり、平均的な打者よりもゴロの打球を打つ確率の高い、グラウンドボールヒッターだった。2016年もその傾向は続き、打球がそれほど上がらないタイプであるため、パワーの割に本塁打が増えにくい打者と評されていた。 しかし2017年には、ゴロを減らし高いフライを増やすよう意識したスイングに変更した結果、2016年は、ゴロアウト138、フライアウト62だった割合が、8月24日時点で、ゴロアウト82、フライアウト79と、フライアウトの割合が増えており、本人は、ゴロを打つなら、三振の方がいいと語っている。 2011年12月4日放送スポルト内の2011年プロ100人が選ぶパワーヒッターナンバーワンで当時一軍では本塁打は愚かヒットの一本すら打っていなかったにもかかわらずイバタ広から1票を獲得しらんク外注目選手として取り上げられたイバタは KK とバックスクリーンまで持っていくんで驚いた 別に知り合いでも何でもないんですけど、持っているパワーは、ちょっと桁外れだと思いましたとコメントした。イバタは後に2021年9月に公開した動画で、パワーランキング日本人現役部門1位に、彼をランクインさせた。清原和弘と桑田雅美が出演した2013年度放送のスカパーの CM にて、両名が現役選手から、 理想のメンバーを選んでチームを作るという企画を行った際、中堅守部門でプレートの用意されていなかった柳田の名前を清原が直接ホワイトボードに書き込み、すごいやつ見つけた、キャンプで。日本人でスイングスピードは一番速いと思うと紹介した。2012年8月に秋山浩二監督に連れられ、 帯広の森の球場での対日本ハム戦の試合前に糸井義雄の打撃練習を見学したことをきっかけに秋山監督と大貞春会長の勧めもあり2013年のオフから糸井の自主トレにも参加している糸井は柳田について多分日本人で一番飛ばすバケモン飛距離はギータの方が2段階ぐらい上だと思うと述べている 2018年からはさらにオリックスの吉田忠志直を加えて自主トレを行っている。2015年の春季キャンプでは手動計測ではあるものの50メートル5秒55を記録した瞬速。純粋な足の速さに優れ体格を生かした広いストライドと脚力を誇る。スピード豊かな走塁を武器にし15年には 史上初の首位打者とトリプルスリーの同時達成を果たしている。ベースランニング能力を測るウブルでは2014年から4年連続でリーグトップ3に入り続けており、17年には1位を記録するなど優れた走塁・盗塁能力を見せる。近年は3年連続で盗塁は1桁に止まってる。一方で2年連続最多得点を記録するなど、 走塁能力に関しては衰えを見せていない。遠投は125メートルを記録。肩の強さをセールスポイントとし、マウンドから投げた際には時速144キロメートルを記録。本人曰く投げ方が素人なためコントロールこそバラバラなものの、計測機能のあるボールを使用したところ、回転数は2300回転と、乗本隆弘並みだったという。最速は、 大学時代に計測した時速 148km。強権と瞬速を生かした外野守備を武器とするとも評されるが、デルタ社のセーバーメトリクスに基づくアナリストによる守備評価は2016年度の12球団のセンターの中で12人中10位。2017年度は500イニング以上を守った11人中最下位であり、世評とは異なり。 た球団の中堅種に比較して守備的貢献は大きなものではないとされていた。2018年度のデルタシャアナリストによる総合守備評価では11人中5位となり、守備範囲では平均よりはやや劣り、低位置から離れる遠い打球ほど他の中堅種と比べて取れていない傾向があるとされる。一方、アームレーティングによる親類阻止では1位を記録している。 2020年度のウザーでは、近本浩二に次中堅で8人中2位を記録している。ジオジは、元西鉄ライオンズ太平洋、クラブライオンズ、近鉄バファローズの同種だった、柳田豊広島市出身のため、自他共に認める大の広島東洋カープファンであり、幼少時より何度も、旧広島市民球場に通っていた。名物の、 スクワットを応援にも参加したほどであり、カープ男子を自称する。所属しているホークスは好きだが、カープの優勝が見たくて、ファンをやっていたのでホークスファンにはならない、というコメントをしたこともある。憧れの選手は、野村健二郎。チームメイトの石川修太、千賀博次大や楽天の田中正宏らと同様に、桃色クローバー Z のファンである。 ライブにも行ったことがあり、桃黒クロはいつも全力で礼儀正しく人間の感と述べている。打席登場曲には、桃色クローバー Z の楽曲を通算13曲も使用している。2016年には、柳田のためのオリジナル選手登場曲、シンルカ・ハンルカを同グループから提供してもらった。なお、 一番好きなメンバーであった、アリ有ス強化が2018年1月に、脱退してからは、桃色クローバー Z の楽曲仕様の機会が、減っていたが、同年の日本シリーズ第5戦の延長戦で久々に、行くぜ。怪盗少女が流れると、その打席でさよなら本塁打を打った。2015年11月29日、同年7月に結婚したことを発表。 2016年1月20日、同月7日に第1子となる女児が誕生したと報じられた。球団主催の九州九カ所でのフレア野球教室、ベースボールキッズ、熊本では野球教室からトークショー形式で小学生から質問を受け、既婚者で子供もいる柳田に、彼氏はいますかとチーム質問する、小学生には爆笑しながら、彼氏 は、いませんと答え、怖い選手はいますかという質問には、西武の高橋智樹投手、めちゃ死球を当てられるので怖いですと答えていた。2017年シーズンにヒーローインタビューの際に、インタビュアーに、校長の要因を尋ねられるたび、穏やかな心ですと繰り返し返答して話題になるが、それは5月上旬に不調などで、精神的に苦しんだ際に、 工藤君康監督から自身の胸をさすりながら心の中を穏やかに今日もついたち、すごそうねと声をかけてきたのが始まりで、その儀式は毎日続いた。特技はボーリングで自己ベストは267。大学時代は練習後にボーリング場へ直行していた。協定選手のミネリュタのファン、2016年頃から協定を好きになったといい。 2019年12月には、墨の江協定場でのイベントでみねと対面を果たした。他に、石野隆之、桐生淳平、雨流正義といった選手とも関わりがあり、知り合いの協定選手と自主トレを共にすることもある。自身の冠番組であるテレビ西日本、ギータ×野球最高、2020では大学時代に獲得した。 個人成績タイトルのトロフィーを祖母に2万円で売却し、その金でパチンコを打ったことを明かしている。ある時、中学野球の練習の辛さに弱音を吐いていた球児の質問に対して、柳田は高校野球という真の地獄が待っていますと返答した。現在の登場曲過去の登場曲映画、ありがとうございます。